ラウプの墓フェルディナント・ラウプは、チェコのバイオリニスト、作曲家。父エラスムスは、当時の著名なバイオリニスト、音楽教師。6歳で、公開の場に出演し、1847年2月27日に10歳で、最初の自分一人の演奏会を開いた。1843年から1846年まで、プラハ音楽院に学び、 1846年3月29日には、エクトル・ベルリオーズとフランツ・リストの前で演奏を行っている。ベルリオーズによってパリに向かったが、結局ウィーンに落ち着いて、ビルト・オーザとしての活動を開始し、オーストリア皇帝フェルディナント一世に、宮廷楽団員として2年間仕えた。1850年にヨーロッパ中を巡演し、1851年の ロンドン万国博覧会では、批評家から、シャルル・オーギュスト・ド・ベリオや、アンリ・ビュータンと並ぶ、世界的な巨匠として称賛された。1853年から1855年まで、学長リストの下で、バイマル宮廷楽団のコンサートマスターに就任し、1855年から1862年まで、ベルリンのシュテルン音楽院の教授を務めた。 その後1857年から1865年まで、プラハ、デンマーク、ウィーン、サンクトペテルブルク、ベルギー、フランス、オランダを訪れ演奏旅行を行い、イングランドやノルウェー、スウェーデンに行って、アデリーナ・パッキと共演した。1860年に、イエーテボリに、ベドルジ・ハスメタナを訪ね、共同で演奏会を二度開いた。1863年に、 ヨーゼフ・マイゼーダーの後任としてオーストリア宮廷、演奏家となる。1866年に、モスクワ音楽院教授に任命され、ロシア音楽協会のコンサートマスターや弦楽五重奏団の第一バイオリン奏者も務めた。ピョートル・チャイコフスキーは、ラウプを、現代の最も偉大なバイオリニストと呼び、ラウプの死後、1876年の、 弦学史重奏曲第3番編歩単調作品30をラウプの霊前に捧げた。ラウプはチャイコフスキーの弦学史重奏曲第1番と第2番の初演で第1バイオリンを受け持っており、チャイコフスキーの作品の理解者であった。1874年に廃病のために活動を停止せざるを得なくなる。カルロビバリに展示した後、メラーノの当事場に向かう道中で他界した。 ビシェフラと墓地に埋葬されている。ビルトヨーゾやコンサートマスターとしてだけでなく、音楽教師としても名を挙げ、門下にアドルフ・ブロツキーやヤンフ・ジマリーを用している。同じくバイオリニストや作曲家となった息子、バーシャも指導した。ラウプは、また詩人でもあった。作曲家としては、いくつかの商品や、弦楽四重奏曲映派単調を残した。ありがとうございます。